じゃあウクライナ軍が素手でロシア軍と戦って有利ですかって、やっぱり依然として素手で戦ってもロシアの方が強いんですよね。でそうするとですね、おそらくこれから先必要になるのは、まあ、ハイマースもあればあるだけあった方がいいと思うんですけども、やっぱり必要なのは、じゃあそのロシア軍の長い槍は封じられたわけだから、今度はウクライナ軍が真正面からロシア軍と殴り合うための力で、それはやはりさっき申し上げたような、まず普通の大砲、戦車、装甲車、まあ、そういったものですよね、はい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 、でこれを十分な数供与してあげれば、ウクライナ軍が本当に勝ち始める可能性ってあると思うんです、ね、兵力は十分にいると、兵力は十分にある。今だいたい100万人ぐらいウクライナの陸上兵力いると、そうですね、100万人ぐらいいます。ですからそこに十分な兵あの武器があると、武器が戦車、まあ、火砲などが供給されて、きちっと進軍していって、うん、 そうですね、まあ、その土地をもう本当に最後白兵戦で取り返すと、はい、そういうことです。